1> 1試合で防御率ソフトバンクが新外国人ヘルナンデスマッショ代わりにプロ初先発の松本晴れを登録ヘルナンデスは今季途中の7月末に入団が発表されたリリーフサワン8月23日に今季初めて出場選手登録され当日のロッテ戦 GOGO GO マリンで来日初登板をするも1イニング持たずに失点 その後の登板もなく防御率27.00の成績にとどまっていた。